スイング動画を AI による 3D 解析技術でデータ化することができるコーチ専用のゴルフスイング解析アプリスポーツボックス AI このアプリを活用しているゴルフコーチ北野達郎にパリ五輪リのメダリストのスイングを分析してもらった銅メダルの松山英樹のアイアンショット連続写真こんにちはスポーツボックス AI3D スタッフコーチの北野達郎です 今回はパリオリンピックで見事メダリストに輝いたスコッティ・シェフラー、トミー・フリートウッド、そして松山英樹の3選手に共通するスイングのポイントをご紹介します。なお、この3名はいずれも過去にスイング分析をさせていただきましたので、個々の特徴に関してはぜひそちらの記事も合わせてご覧いただけたら幸いです。それでは、早速メダリスト3人に共通する特徴をご紹介します。 その特徴とは、ダウンスイングで手首とクラブの角度がキープされている点です。この特徴はメダリスト3人はもちろんですがプロとアマの最大の違いの一つ、と言っても過言ではありません。それでは早速見てみましょう。ダウンスイングで左腕が30度のポジションで、手首のキャスティングをチェック。画像1、アーム30度のポジション。 E6 より正確なキャスティングのチェックができるのが特徴。まず今回チェックするデータの定義についてご紹介します。スポーツボックスのデータ項目、リードライスタングルは、左手首の縦コックの角度を表しますが、正面からスイングを撮影した際に左腕が地面と垂直より30度右にある位置を、アーム30度、アーム30度のポジションとして、 スポーツボックスではチェックすることができます。プロコーチ版の 3D プロアプリのみ、このアーム30度のポジションは T6、クラブが地面と平行の位置に比べて手首とクラブの角度に個人差が出やすく、より正確なキャスティング、インパクト前に手首の角度がほどける現象のチェックが可能です。ポジションの目安としては、 右足太ももの右横に両手が下りてきた位置と解釈すると良いでしょう。